やら朝白8月22日隊は、日本の政治家、元新聞記者、沖縄タイムスの中部支社編集部長、編集委員、論説委員、社会部長歴任、立憲民主党所属の衆議院議員、立憲民主党沖縄県連代表、琉球政府中上軍茶団長出身、米軍基地の近くに生まれる、沖縄県立茶団高等学校、 フィリピン大学経済学部卒業。沖縄タイムス社記者。編集委員、論説委員、社会部長を歴任。2007年から、ハワイ東西センター客員研究員。2012年フリージャーナリスト。フィリピン留学中の1986年、ピープルパワー革命に遭遇し、ジャーナリストを志した。尊敬する人は、セナガカメジロ 2018年9月、衆議院沖縄県第三区選出の玉木デニー議員が、オ長ガ・ユーシ知事の死去に伴う沖縄県知事選挙に立候補し、自動退職となった。これに伴い、第19回統一地方選挙後半戦4月21日執行に、衆議院沖縄県第三区補欠選挙が行われることとなり、やらは2018年12月28日に、 立候補を表明。その後、やらは、過去に、玉城も所属していた、自由党に入党した。2019年4月21日に行われた、選挙では、辺野古移転反対を明確に明らかにし、オール、沖縄や玉城の支持を受け無所属で立候補し、自民党公認の元参議院議員の島尻愛子を、破り、初当選した。なお、この選挙で法廷ビラなどに、 経歴の一部に、範囲大学東西センター客員教授と記載されているが、実態は客員研究員だったと訂正した。弁護士によると自由党の職員が印刷業者と経歴の記載についてやり取りする中で、誤気が生じたという。当選後、4月24日付で、院内会派、国民民主党、無所属クラブに入会。なお、自由党が、 国民民主党との合流を模索していることに対する合流後の対応について、やらは明言を避けていたが、同月26日に自由党が国民民主党に合流したことに伴い、国民民主党の所属議員となった。2020年8月19日、旧立憲民主党と旧国民民主党が合流する新党への参加を表明。同年十一月十三日、 立憲民主党沖縄県連が発足し、代表に就任した。ありがとうございます。